ロシアの国境警備隊は16日、連行した北海道根室市のタラ漁船第68商用丸の船内から、創業日誌に記載されていない A714 キロが見つかったと発表しました。漁業について定めた日本とロシアの協定に違反していると主張していて、船長には罰金などの行政処分が課される見通しです。第68商用丸は現在、 北方領土の国後島に留め置かれています。ロシア側による取り調べが続いていて、解放の見通しは立っていません。